よいしょ。これツイッチっすよね。ツイッチっす。Raise。ってことはこっち今度こう。Raise。Bold。Bold。Bold。ちょ、なにこれ。Bold。シーフードカレーうまそう。いやうまかったっすマジで。ガチでうまかったっす。でこれ鉄平くんのやつですか。そうそうそう。ああうまいやつだ。本当にうまかった。大阪行った時なんかマグロのなんか出汁物食ったらめっちゃうまかった。普通にうまかった。Raise、うん。いいな。三四こんなもんか。Raise。テンズ。うん。Raise。え？Bold。3ベッド 23% アグレッシブだなぁ。はめくる。もう絶対降りない。82ドルコンティニューションベッド、うん、ベッうね。カール。大会お疲れ様でした。ちょ、ま、やばいよ。見て。テンズでさ、4ベッドポットコールしたんよ。ボタンで。3ベッド打って、SB4 ベッドにコールして、今来た人に説明。ターンで10が落ちました。これでもね、AK とかも含まれてるから。ターンも続けてブラフしてくれるか。本当に AA、KK、クイーンズとか持っていってると熱い。あー、チェックは寒いね。だいぶ寒い。ちょっと、イジイジさせるベッドしよう。どうせこれ勝ち確なんで、めっちゃ安く打ちます。めっちゃ安く打ってやる、マジで。エースハイも、ちょっと悩むような額。これチェックレイズオールインとか来ると一番いいですね。相手がね、なんかもうハンド何にもなさそうな気がする。おおおおこんばんは、大会お疲れ様でした。はい、いきなり待って、結構まあ今だから言うけど楽勝だったわ今だから言うけどごめん、楽勝だった。マジで楽勝だった。カールチェック。あ、アキラさんプライムありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。あんまり半眼買うとあれだから、ツイッター上では言わなかったんだけど、マジで楽勝だった。やめ。チェック。チェック。2ペアチェック。コペット来ると、ダウンだね。3、1枚、8、1枚って、ブラフレンジを作るようがないんですよ、ここ。これほぼある。こういうのはね、もうブラフかもしれないって思うじゃん、これ4、5、2ペア。でも、これコールしないから、これブラフしないから、これ。多分しづらいっていうか、向こう側も。別にこっち3、8持ってたもチェックするよね。だからこれにブラフはほとんどないですよと思って降りると。自分の手の強さはあんまり関係ないです。大体ストレートしか出てこない。久しぶりに来ました。お疲れ様です。おっす、お疲れ様です。トニーさんお疲れっす。これ SBBB でまたこいつ 25% なんで広いんでね。3ベッドレンジがこれ両面 23%。ただスタッツはめちゃくちゃ硬いからキングは相当嫌だ。でちっちゃい3分の1の CB に対して、もし自分が5566持ってたらこれどうするって。まあコールかな。カールチェック。下ろしに行くよりは。お、ケイケイさん、レキさん、ランランさん、お疲れ様です。親方さん、プライムサブスクありがとうございます。こんばんは、お疲れです。ボローナー8。49。40ドル出して80ドル、60ドル。コールか。カール。これは諦めましょう。知らない。All in. Bold. まあ強いだろうな。AK か。AA か。キングスか。
お豆お疲れ様でした。お疲れです、お疲れです。こんばんは、お疲れ様です。スイッチでポーカー配信の久しぶりよ。あ、違う、この間 JOPT 前に行ったわ、やったわ。ちょっと勝ったんだよね、確かに。レイズ、ボール。こんばんは、こんばんは、パラダイスカフェさん、こんばんは。レイズ、ボール。Bold. こんばんは、お疲れ様です。Bold. UTG 一人ハート。Bold. Bold.Raise bold 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 raise call raise bold call キングキングキング。どうなんだ。bet bold ちょっと俺ちょっと待って、ちょっとトイレ行きたいよ。はい、ちょっと一旦一旦2席、トイレ行ってみよう。寒い、普通に。よいしょ。こんばんは、お疲れっす。たけちゃんさん、パラダイスさん、はつきさん。明けまして、お、船長おめでとう、明けましておめでとうございます。ことよろでございます。普通の人さん、おざいす、サブスカイザーす。これ結局小肌の人、あ、よっぴさん小肌か。今日の炊き出しめちゃくちゃ豪華でしたよ。シーフードカレー食ってないけどめっちゃうまそう。ショシさん、プライムサブスクありがとうございます。19ヶ月。お、あと1ヶ月で20ヶ月。おせちは食べてないっす。今年食べてない。去年食べたけど、今年食べてないな。おせちのさ、おせちに入ってる、あの、甘いやつ系、甘い系のやつあるじゃん。俺、嫌いなんだよね。そうそう。わかる人いるかな。遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。サブスクなんかちょっとありがとうございます。はい、ある。おせち料理食べましたか。ふだこさん食べました。俺食べましたよ、実家で。おー、いいっすね。いや、俺甘いの嫌いって今話してたんですけど、うん、おせちに入ってる、あ、なんか甘いやつあるじゃないですか。甘いの食わんすよ。俺もこれあ、やっぱレイズ、あー、もとか、あとなんだ、なんか甘いのあるよね。何個か入ってて。こんばんは、あと2日で猫になります。え、どういうこと。レイズ、あと2日で小肌になります。チェック。え、どういうことだ。ベッド、うん、ヒントキ、べちゃべちゃのやつ、なで巻き、あー、あれも甘いっすね。ボールめちゃめちゃね、ちょっと待って、おせちで甘いやつちょっと検索してみよう。名前がわからんな。やっぱトーナメントと比べるとキャッシュゲームって地味なんだなって思いましたね。昨日俺参加した、みっちり参加した結果。やっぱああいうパーティー系の方がいいんだね。コウ。チェック。
あと若い子もめっちゃ多かった。なんかあとオタクちょっと麻雀と似ててオタクっぽい男の子みたいのも多くて、これも甘くなかったですよ。それは甘いっす。オタフク豆、ね、甘いっす。黒い豆みたいな茶色い豆、これ一番嫌いかもしれない。普通に甘くなくていい。カール、なんかラッシャーのキャッシュ微妙だな。なんか違うのやりますか。たまに飽きたっすね。ちょっとこればっかりやってんの。え、一輪の上もう2号とかでしょ。これ以上上のレードはないんですけど、なんか違うのがあったりするな。なんか見てみます、チロッと。どうしよう。テンズ、まあこれ UTG なんだけど、開けてるのが UTG だからちょっと嫌だが、まあでも6人しかいないんだよね、こういう式目って。これめちゃ強そう。これ何、これこんな強そうなことある。まあ日本人だしやめとく。伊達巻きの不意打ち感は腹立つね。よいしょ。やっぱ日本人多いんだよな、結構。やっぱり。あ、サブスクありがとうございます。こんばんは。おどす。こんばんは、こんばんは。ボタンオープンなんで、こう、レース9スートは、まあ、3ベットしていくか。コールしたら見れるんだけどね。なんやこいつ。素直にフォールドと。よいしょ。今日空手769度。あ、そうだ、負けてるね。レイズカールチェック、チェック。入った。ハイプトレインまだ続いてる。あ、モジャコさんサブスクありがとうございます。ハイプトレイン、このなんかサブスクとかを連打でされると、なんかハイプトレインっていうのが始まって、それをみんなで達成するとなんかオリジナルのスタンプがもらえるんですよ。ツッツキのなんかオリジナル。おつおす、おつおす。ただ終わっちゃいましたね。今レベル3ぐらいで終わっちゃったかな。歴代最高記録。なんかレベル3。え、最大なのこれ。もっとある時あった。ああ、ケイさん遅かった。ケイさん遅かった。あとちょっと早ければ多分まだ継続されたのかな。ありがとうございます。ジュヨさん増す。でも今年日坂さんめっちゃなんかポーカーで大活躍しそうな気がするな。こんな序盤からバシバシ真似して、あれ、あのトーナメントの初日の配信もなんかめっちゃ勝ってましたよね、これラッシュ&キャッシュ。いやいや、めっちゃ勝ったつも多分2、300ドルだと思いますよ。いやいや、すごいっすよ。もう普通の人の3日分の日給ぐらい。もっとか。お疲れ様です。やっぱツイッチスタンプあるのはいいね。あ、船長プライムサブスクライブ、ありがとうございます。スタンプ、あ、スタンプ、なんか新しいスタンプ作ろうかな。なんか希望あったら言ってください。こんなスタンプあったらいいなっていうの。そういえばずっとスタンプ一緒だったな。あ、保坂さんの顔のスタンプないかも。いや、いいっすよ。いや、いいっす、いいっす。俺今漫画の、もう今漫画家の人に頼んでるんで、ちゃんとしたやつ。あ、今これなんですよ。これ、俺、トラちゃん、ボス、オビタロ、トラちゃん、俺、コハダとかいる。保坂さんいないんで、どっか削って保坂さん。
これどうしたんですか、自分たちで作るんですか。いや俺が作って、スタンプいろいろ用意してるんです。レイズ、もう一回ここ押してください。効果系の増やそう。そうっすね、前あったんですよね、かなり前ですけど、なんかすげえ熱そうな手。レイズ、キングクイーンボタン、キングクイーンハート、まあ、キングクイーン自体強いしコール入ってるんでね。いや、これなんかやばそう、これ。チェック。チェックチェック。クエンストは何なんだ。これちょっと諦めよう。キングハイでも剣が入るつか。チェック。チェック。ベッド。こいつが強そうなんだよね。うん、キングクイーン自体もアウツかもしれないし、ジャックもアウツなんで、ここはコールしましょう。ね。カウン。カモレ。クイーン立て。クイーン立てはマジよくわかんないな。まあ、A ポケとか出てきてもおかしくないんじゃない、クリークルから。もうこれ降りれ。頼む。下手すぎるだろ、B。ちょっと待って。ちょっと待って。すげえドキドキした。ちょっと待って。やば、うま。ちょっと口悪いけど、相手が下手すぎた今の。プリクルで AK がオールにしてけば、俺降りて終わりなのにさ。下手すぎるだろ、いくらなんて。そんなことある。フフフ、 AK だってプレフルで入れちゃえばいいのにさ、ちょっと下手すぎるな。いや美味しいぞ GG、 やっぱりマジで美味しいと思うんだよ。ボウボウレイズ、今ちょっと面白かったな。ってことでまた勝ちになったかな。やべえ、マジで無限に勝つわ今年。やばいわマジで。麻雀もめちゃくちゃ楽しいんですよ。激アツ。特に麻雀もマジでやばい。チェック。スロットも勝ってますしね。スロットはまあまあ知れてるっすね。まあまあ。やりやすいんで。なんかすごいな今年のスロットのギャンブルは。フロップチェックチェック。9点をチェックに回してストレート引いてレイズってるパターンか、もう8はベットすると思うんだよね。ってことでダイヤ2枚落ちたんで、ダイヤのドロー付きか、まあいろいろあるんでコールして、チェックチェック、これ勝ってるっしょ。チョップだ。あ、チョップ。なんかまた今年ジャックポット引きそうだな、サバサ。なんか今のはいろんなドロー、俺がフロップチェックしてるからジャックないでしょと思って、インポジション側が結構むちゃくちゃすることがある。エースハイとかだったら、まあ実際にはジャック当たってたんだけど、こいつ高そうだな。結構普段はいかないけど。チェック。チェック。なるほど。チェック。そうですね。ベッド。まあでもね、キャッシュゲーム強い人がちゃんとトーナメントでも結果出るってことがね、まあ優勝してないからあれなんだけど。いやでもまあ最後のファイナルテーブルに関してはもうあれですね。やっぱでもそこまでちゃんとすごいよなマジで。ちゃんと確実にそこに行けるっていうのがすごい。なんかやっぱトーナメントでの立ち回り方もなんか 前回行った時と比べて、いやなんか前より固くやるようにしましたね。あと あともうちょっとなんだろう、コール増やしたっすね。ちょっと結構持ってるハンド分かりやすいんでみんな、はいはい、あのなんだろうな、ちゃんとブラフしっかり打ち切るプレイヤーそんなにいないなって思いました、ね、やってて。だから本当にベッド来るときって大体本当に手があるんですよ。はい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 、はい、まあよく人あ今相手によって変えましたね。ボールボールボール、でも結構持ってるハンド分かりやすいからバリュー取りやすいし、これは3ベッド 7% しかないんで。海外とかだとまたみんな打ち方違うんですかね。言ったらそれこそ JOPT のその現地の外人も結構いました。
外人も結構いたけど、なんだろうな、なんか日本人にありがちななんか弱点みたいな多いんですよ、やっぱ日本人って。効果それとはちょっと違うっすね、外人は。外人の方がアグレッシブだったりしますよ。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。なるほど。あれ、船長小肌になってた。先日はおめでとうございます。ありがとうございます。ついてましたね。まあでもね、正直ね、多分まあ結構いいとこまで行くと思う、出れば。デートも頑張ってください。よく知ってますね。なんで知ってんの？怖いっすよ。なんで知ってんの？23、24ですよ、相手。そんな話したんすか、配信で。したか、ツイッターかなんかでした気がするけど。あ、相手24歳だよ、俺35歳だよ。犯罪っすね、もう。やばいやばいやばいって。これ 2BB なんで、普段 SB からコールすることないんですが、まあ、BB のプレイヤーも 150BB って持ってるんで。まあでも基本的にね、あんまりペアをこう SB からコールしない方がいい。大体こうなるから大体こうなるから、体の無駄だから。ね、このダメな、ダメな説明とかもしてくるんで、なぜダメかっていうの。ちょっと無理かな。ロップナッツフラッシュじゃん。クソ強かった。きちい、もう出てる。きちいよ。あれ、プレゼント配布は、だいたい終わってっかな。だいたい、あ、GG ドルは、あの、もう俺、ね、その一人任しちゃったんで、僕が。おのおの来ると思います。てかちゃんと全員やっぱ来ないですよ、DM と。ちゃんと全員やっぱ多分当たったことに気づいてないし、宝くじと一緒っす宝くじも取りに来ない人いっぱいいるらしいんです。あれと一緒っす。なんで買ったのって話っす。宝くじはなんで買ったのかって思う。まあ、ツイッターからリツイートピッと押すだけだから別に分かるんですけど、宝くじとか意味わかんないですよね。金払って買ってんのに。それとも自分でわざわざそこまで行って買いに行って。意味がわからない。おじいちゃんとかでもうタンスの中しまっとこうっつって、紙棚の中しまっとこうっつって、そのままそのままになっちゃってるんじゃないですか。宝くじって期限とかありますよね。あります。1年とかありますね。でも俺もあれ見に行かないと。ドットセブンとシックス。キングクイーン開けて、リサイボール。なんでこういうの CB 打つかって言ったら、あのブラフズとかじゃなくて、もうキングクイーン杯で勝ってることがすごい多いんですよ、ね、だから例えば6、7とかさ、いっぱいあるじゃん、10ジャックとか、あとまあ8、9とかも。そういうのにも普通にチェックするとフリーカードで当たることになるんで、勝ってることの方が多いからコンテニションベッドを打つと、ね、という理屈なんです。相手がエース持ってるか持ってないかなんていうのはもう分からようがないんで。36ダイヤ。こう。やめん。これはね、チェックレイズするね。これはなぜチェックレイズするかというと、44も55も BB でコールするし、まあセット持っててもチェックレイズ打つし、こういうドローでも、あと6、7とかね、あとエース3とかエース2とかね、いっぱいあるんだけど、
そういうのでレイズすることによってエースハイとかキングハイをフォールドしてもらうっていうね。だしまあコールされてもこっちにアウトは残ってる状態だからアグレッシブにプレイしてもらうっていう。こんなん当たるやついんのかな。1345631。あ、今一人当たってるわ。すげえなそれ。いくら？10億。あ、10億じゃん。10億。10億当たったやつがいるんだ。多分キャリーオーバーしてとかじゃないですか。やば。1345629031って。やば。Raise. あ、でも俺。Call.1461114を持ってんだよな数字。カウチェック。惜しいですね。めっちゃ惜しいです。146。ベッド。あ、6そうだ。これだった。9分。ボール。あ、でも611131。レイズ。とか持ってる。46。Raise. Call. Check. 11. Check. Bet. 31. Call. Check. Bet. すごいな、こいつの人生も変わったんだろ、年明け。そうそう、いいな、10億俺も10億欲しいよ。10億あっても配信来てくださいね。どうなんすかねあれあれ、いや、10億あったら多分来ないっすえ、急に来なくなるんですかあれ、細川さん今日来ないなって。10億あったら多分来ないんじゃないかな。でもなんか10億あってもそこまで変わんなさるんだよな俺。もう、いや、10億は変わりますよ、さすがに。でも10億あっても何するって言われたら俺パッと思いつかないですもん、別に。だから何かしたいことあるって言われたら仕事用のスーツを、いいスーツ作る。別にないんだよだ10億あっても多分暇だと思いますよ。暇だと思う。じゃあ、心明け支援。ああ、だからまあ、それも買ってあげる。そういうのに使うでしょうね。だから10億あったら本当に。なんか自分でやるのももう自分で、だってもう働く気なくなっちゃうと思うんですよ、10億あったら。まあ、だからまあ。なんか保護猫、保護犬カフェ。うん、そういう、そっち行くと思いますね、多分。素晴らしい。だってすることねえもん、だって大して。その10億取った時の、あれですね、お年玉楽しみにしとかないと。うん、年玉ね、でも俺知らないしね、金くん別にね、バーって配りたくはないしね。ツイッターとかやばいね、ツイッター企画。ツイッターの企画でなんかほんとちょっと配るぐらいだったらいいけど。10億あったらいくら配ります、ツイッターの企画で。100万ぐらいじゃないですか、10億あったら。手堅い。さすが。あ、でもあれにはいっぱい出てほしいですね、普通に。100万くらい十分でしょ、だって。あの海外の顔も名前も分かんないやつに配ってやるんですよ、だってその JOPT とかもうベガスとかガンガン行ってトナメ行ってほしいですね。ああ、さ、多分その海外には行くでしょうね、10億あったら。でも住みたくはない。日本が好きなんで、自分は飯も何もかも全部日本がいいです。海外からツイッター発信しまくってほしいです、そのトナメの様子。大してみんな見ないっすよ、大して見ない。いや、見ますよ、絶対見ないっす。え、保坂さんがコースまで行ったと。対してみないと思う。あれ、なんか大会によっては参加費高いじゃないですか。100万とかする大会とかあるじゃないですか。ちょっとなんか抽選券みたいなのもらえて、それでくくじとか引けるやつありますよね、ゲームやったり。で、それでなんか iPad やらなんだ、何千ドルとかっていう、なんかくじみたいに引ける抽選券とかもらえるんですよ。Raise. Fold. Fold. よし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 。ちょっといい。これがブラフ4ベットってやつですね。今のがライト4ベットっていうちょっと危険な行為です。エース4だけど、相手の3ベットレンジ率が高すぎて、ちょっとたまにはブラフ打ってやろうっていう。
Bold. 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 ちなみにあの辺にホールイン帰ってきたら降ります。さすがに降り、もうこれ以上張ったりはしません。Bold. Bold. Bold. 保坂さん、あのなんだっけ、6枚のやつやってくださいよ。6枚のやつ、あ6枚じゃなくてなんだっけ、5枚のやつ、あ5枚のやつか、5マハすか、5マハ、別にいいですよ、5マハ見たい久々に。あ、いいですよ、じゃあこれ終わったら見ますか。じゃあこれで一回次で、レイズ、なんだよお前、次から18%もどうせスチールまたこれとかね、こいつらがコールコールとかするからスチールが通りやすくなるわけよ。俺許さないからな。ラストハンドザン、お悪くない。まあでももうポットが、あポットが高い上がりすぎててね、後ろいるのか。キングクイーンがアウトになってるのかな。あ、いちご食べるんで降ります。お、いただきます。いいですか。はいはい、おお、めっちゃうまそう。え、何個かもらっていいですか。どうぞ。一番いいです。ここうまそうよ、若っ、バカうめえ。はいはい、あさっきのおっちゃんでしたっけ。いちごうまいよ。めっちゃいい色。うめえ。何もつけないで。これどこのイチゴですかね。うま。うめえわ、いちご。うますぎるって。先生の食べっぷりいいですね。いや、僕ね、意外とめちゃ食うんですよ、飯。意外とでもないから、もうデブっちゃったの。もう体型維持するのがきついよ。いや、うまっ。うまかった。さっぱりした、口の中。ごま派でしたっけ？ごま派で。PLO。ほんとね、美味しいですよね、いちごって。PLO。ファイブカード PLO ですか？これ高すぎるっす、これ。ちょっと待って。さすがファイブでもやばいだろ。死んじゃうよ。PL をね、懐かしいな、ファイブペン。ちょっとそんな自信ないんで、一番プレイヤーが多いここにしましょう。あれ、これってラッシュのキャッシュ PLO とみたいなのないねんかな。あー、確かにないんだろうな、多分。これでいいですか。ちょっとこれで、これ入った瞬間にジャックポットもらったらもらえる。もちろんもちろん。あ、じゃあこのハントは向こうなんだ。ああ。これごま、これ PLO だ、違う、ごまはすよみたいな。 PLO5、 これか、これか。12ぐらいやるか。高えな、結構。まあいいか、ちょびっと、もうあと少しなんだけど。よし、人がいない。いや、人数少ないとか無理、危険、マジで危険。いや、ここしかないんだ。もういい、やるけ、いけ。おあ、でも、あ速攻200ドル入るですよ、これだって。いや、久々に見るな、楽しみ。甘おう、那須川天心、うまそう。うまい、うまい、うまい。日本語いちご、いちごは素晴らしい。鉄スタイルって知ってますか。鉄スタイル、知らないです、知らないです。鉄スタイル、ポーカープレイヤーとか言ってないですか。そんな名前のポーカープレイヤー聞いたことないです。でも那須川天心が言ってるんで、でも本人ですよね、那須川天心ご本人さん。さすがに本人でしょ。だって普通取れないでしょ、その名前。一本もらいます。はい、よし。じゃあ俺もアイコスなんで、俺もう家に2個あるんですよ。持ち歩くのめんどくさくて、いつも紙タバコになっちゃう。もう機械がめんどくさいっす、もう。俺4つありますよ、アイコス。このテリアのやつ。お、なんだなんだなんだ、なんかオールインめっちゃ入ってる。これこうなるんですよ。これ7ポケセット、これがフラッシュドロー、でももうペアってるからフラッシュドロー終わり。こっちが2ペア、あとこっちもセット、下セット。こんなんで入んの、マジで。
これめっちゃゆっくりめくってる。7ポケガッツリじゃん。何これ。こっちが。あ、こっちがエースさん、上振るか。A フルーツ。バカゲーじゃん、マジで。なんだよ、この。すごいな。いや、よく起きるんですよ、これ。アイコス美味しいな、久しぶりに。ちょっと、え、麻雀やってる時やっぱ紙の方がいいですか？俺はいつも紙がいいですよ。あ、やっぱ紙の方が、いや俺分かったんですよ、なんで紙の方がいいか分かった。俺タール出す、多分タール。ああ、タールありますからね。タール、こんばんは、お疲れ様です。こんばんは。おい、4ポケと4ポケのセットとクイーンズのセット、これね、このゲーム多分あんま知らない人がほとんどだと思うんで説明するのするんですけど、下のセットとかはもうマジダメ、マジでダメ。絶対こういうもうオールインになった時って、もう相手もオールインだからさ、受ける時はもうこういうカード出てくるわけよ。こういう上セットとフラッシュドローみたいな、だから弱いハンドで入れたら絶対ダメなんだよね、本当は。だけどこいつら、こいつらとか言っちゃったこの人たちもうレンジガバガバだから、もうなんかぐちゃぐちゃで結構入れてるんだけど、硬くやったら美味しいんじゃないかなって感じ。ちなみに僕これ、このゲームでジャックポットって2万、なんかいくらでしたっけ？100、日本円で200万ぐらいだった。まあ200万近く、180とか190万ぐらい。このレートで200ドルしか置いてないんだけど、ジャックポット引くとマジで200万もらえるからね。マジでもらえるからね。その瞬間に振り込まれるからね。そう、その自分のアカウントのドルあるじゃん、ドルに急になんかもうなんか何万ドルみたいな入ってるの嘘でしょみたいな。あれやばかってる、あれ本当に入ってんのと思ったら、もう即入ってたからな。それがね、もう成立した瞬間に多分ここから落ちるんだと思う、ジャックポットで。しかも何がすごいって、その全く参加してない、そこに利席以外の人もうハンドダウンしてる人も数千ドルもらえるという、なんか謎の現象があるからな。これはキングハイフラッシュドロー、キングナインがクローバージャック4がハートで4ペア、まあコールぐらいはしてもいいだろう。ってことでコール。これは何もない。4ペアしかない。降り降り降り。余裕で降り。カウン。やっぱラッシュ&キャッシュと違ってこれ待ち時間長いわ。確かに。暇だわ。コメントください。暇なんで。暇っす。ボール。暇だわこのゲーム、やっぱ。ラッシュ&キャッシュになれるとこれ、いやもう超退屈っすよね。あれ降りたらすぐ過ぎくるけど、これもう人のプレイ見なきゃいけない。もう先生はそもそも北斗に期待してますか？もちろんです。俺も超やりたい、あれマジで。最速どこなんだろう、導入。え、でも4月とかっすよね。あ、そんな先なんすか。3月4月で、めっちゃ楽しみだな。スマスロの良くないところって、設定6を積もっても勝率 50% とか 60% なんだよね。で、あと AT 制度に差がありすぎ、やっぱり。だからよく1万9000とか出てる台あるじゃないですか。はいはい。まあ、あれ1でも出るんだけど、多分6のが4つも出るんだよね。もう解析出たからもう分かるんだけど、やっぱその万枚出すチャンス数が違う、全然6の方が。
例えばバルブレイブだと、カラキリドライブの確率が全然違うわけ。超革命ラッシュに入ってからの、カラキリドライブ率がもうレクト1でもう全然違うわけ、マジで。そう、だから6は満杯出るんですよ。スマスロはね、だバキとかもそうだし、ね、なんやかんや、ね、やっぱその連チャンしやすいのはやっぱね6なんだよね。多分連チャンしやすいっていうか、チャンスゾーン突破しやすいのが6だから。鏡はよくできてると思います。そう、鏡が唯一一番下が戦えるんだから、設定1とか設定2でも一番戦えるのは多分鏡だと思う。その代わり上も安定しないけど、ね、本当に 6は安定するけど、もう4とか5とか打っててももう無理。結局 BB AT 入れないと無理だし、マジで赤7からいかないですからね、AT。 昔のサラリーマン番長にちょっと似てるんですけど、旧北斗でマックス何連チャン。俺大したことないです。俺も大したことないね。俺34とかだった気がする。マジでクソ相性悪かったから旧北斗。焦点結構すぐするじゃないですか、ラオ。別に北斗道場じゃなくても普通になんか青とかでもするの。あとあれオーラの色関係あんのって思うんだけど、俺レインボーと赤い以外関係ないでしょあれ。黄色とか緑とかいっぱいあるけどさ、なんかもう関係ないでしょあれ。だって 66%77%82%86% 確か、あれ 89% だっけ、なんだっけ、覚えてないやもう。でも今後もう北斗も出ちゃうってことはもうどんどん出ますね、スマスロは出ますね。まあ鏡はいいと思うけど、あれ6入んないよ。あれ6分かりやすいもん、マジで。Bet. Raise. Fold. しかもバルブレイブ実は機械割り高評値より高かったらしいよ。あれ114ってなってるんだけど、なんか実際の割121とかあるらしい。え、もういつあれ、例えばいつもう何年か経てばジャグラーもスマスロみたいになるんですかね。ジャグラーはなんないんじゃないですか、わかんないけど。え、でもそれなったとしたらめっちゃうざそう、なんかじいちゃんとかガチャガチャやってそう、マジで。あのボタン生産とか、あの辺チェック、生産してまた入れて生産して入れてみたいな。121はやばいですね。いやでも俺そうだと思うんだよね。でも6100、あれもっとあると思うもん。あれさっき会話にキングヒットフラッシュドローだけど、どうしようかこれ。やめとくか。なんか昔の台のリメイクみたいなのいっぱい出てほしいな。あれとか、秘宝伝初代。初代秘宝伝。初代秘宝伝スマスロ。なんか伝説とかのやつですよね。そうです。マイゲーム抽選のやつね。ボウ。カウ。121はやばいですね。あとなんだろうな。チェック。スマスロ。ベッド。あれ間違えた。何やってんだこれ。これセットじゃねえじゃん。カウ。これ6。あ、何これ。チェック。チェック。チェック。あ。ん？これジャックポットチャンスじゃないか。あ、本当だ。え、すごっ。負けろこれで。はい。ストレートフラッシュ、ストレートフラッシュ。なんだよ、相手がいなきゃダメよ。レイズ
いや惜しかった今の。相手がなんか持ってたらな。相手がフルハウスとかあったら今やばかったのまず。また200万ストレートフラッシュ。これは強いんで3ベットしましょう。3721このままなぜかって言ったらキングクイーンがスペードでエース2がスペダブルスーテッド5だけ弱いけど、まあ上も下もカバーできるっていうね。要は色両方のフラッシュドローに対応していて、ペアボードが出てきちゃったんだけど、まあチェック。でこれでキングヒットフラッシュドロー。チェック。ベット。これでフラッシュ引いたね。フラッシュ引いたけど、これナッツフラッシュとかジャックス9ポケ怖いんで、まあコールしてくれるところもなさそうなんでチェックで超ダウンいいでしょう。これはキングクイーンのフラッシュね。これはナッツフラッシュ危ねえよマジで危ないんだよこの辺本当に。三重のオールナイトでスマスロ吸い込み半端なかったですね。もうやばそう。そうなん。やばそう。何十万負けんのそれ。マジでやばそうだ。だからスマスロマジで下えぐいよ。下がえぐい。金いくらあっても足りねえあれ。楽しいけど。やばい本当に。俺はバキが一番面白いと思うんだけどね。俺もうバキ全然面白くないバキは好きっすよ。好きだから打つんですけど設定。入ってるの打ったことないんでめっちゃつまんないですマジで。全くハマらないですよ本当に。一日通して打って戦場まで行くの楽しそう。一回か二回。ほとんど天国か200とか300とか。はい。あとハンマーメーターの解除率がやっぱ違うし。ああ。展開悪いと上まで連れてかれるけど。三重のオールナイトの配信、あそんなのあ配信できるんだ。え配信できるのめっちゃいいけど。金結構持ってかないと。パチンコでも5万発吸い込み。やばっ。パチンコで5万発吸い込みって超打ってる人つまんないじゃん。5万発寝ちゃうんじゃないの5万発っていくらや。1万発4万だ。20万です。投資20万ってこと。やばっ。それ1日中ずっと打ってるって20万ってことっすよね。あのエバゴジの感じずっとですよ。地獄じゃんまず。地獄っすよ。なん違う全然面白くねえしマジで。なんかわけやから絶対当たらないリーチだけ来てさ。なんだこれ。いいでしょ。でも当たってほしかったなあの時。当たって多少なりなんか出てくれればああなんかまあ面白いなっていう。なんか演出ガチャ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 してて当たんないの本当嫌いなんだよな俺。まあ、それはわかります。んでその人風邪ひきました、うん、最悪っすねベッカールチェック。All in. No. Bold. Bold. 初代北斗オールナイトで17万飲まれたよ。初代北斗ってすげえ昔っすね。17万。初代北斗。初代北斗はなんかね、あと基盤いじってる店がマジで良かった。あれいじれちゃうんだよね、北斗。Call. Raise. Call. 光の速さでこう。やめろよお前。Call. だからもう何にもねえマジで。
Check. 気持ちいいぐらいなんじゃない。Check. どこの台も空いてないくらいすごい人でしたよ。Check. みんなそういうイベントことが好きだね。Check.おじおじさんがプライムでサブスク来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ホクトは本当にむしろちゃんとした普通のノーマルのホクトがある方がもう珍しいらしい。もう本当に。でも確率いじったらホクトとかも多いらしいよ逆に。お疲れ様です。おい、これ1本借りていいですか？なんで2本もあるんですか？え、借りていいですかっていうか、いや、今だけだったらいいですよ。今だけだったら買い取りになるとちょっとしちゃうんで一番新しいのこれですかね？これは一番新しいやつ。確かに前のやつよりなんか煙の量が多い気がする。チェック。まあ各々ポーカーいろんなゲームあるんで好きなのやってください。ただ俺はホールデムしか自信を持って教えることはできん。わかんねえもん俺やっててもなんとなくやってるけど。ホールデムならね教えられるけど、これ5カードオーマーなんで、多分本当にその道の専門の人に聞いた方がいいです。俺もよく分かってない。ただ一つだけ分かることは、中途半端なハンドで参加すると大体時効だと。いや、クイーンハイフラッシュとか、ジャックハイフラッシュで大体時効るゲーム。あと下のセット、下フル。これも弱いね。基本的にはダブルスーテッド。Raise. ダブルスーテッド系か、だからペア系。Bold. あとは5678ダブルスーテッドとかも強い結構。Check. Bet. Call. Check. やばいっす。これゲーム変えていいっすか、また。あ、いいっすよ。もう飽きちゃったっす。やっぱ待ち時間が長いってこれ。何やろうかな。ショートデッキとかもあるっすよ。まあこれでも分かんないんだよね。ビップゲーム観戦とかします。ちょっと、ああいいっすね。一番高いこれが今金持ち、今これが今 GG ポーカーでやってる一番。あれ、こいつしかも俺一緒にやってたじゃんこの間。え、ミシャインのチーム GG。 これです、これこたまにラッシャーの時は見ますよこの人。うわ、すげえ、額がやばすぎ。なんでこのチャイナオールインマジで。チャイナオールイン、エッグで60枚入れちゃうんだから、やばいよ。お、やべ、何これ、夏フラッシュドロー。あ、これやばい、これやばい。うわ、パンク、ジャックス、こいつやばいだろ、マジで。金マジ持ってんだろうな、ね。はした金なんだろうな、これマジで。これブラインドが1万円、2万円ですね。これブラインドが1万円、2万円のレート。穂坂さん、俺ジャックポット取ったら、ジャックポット取ってもやれんすよこのレート。あの、穂坂さんにたず、いや、委ねていいですか？いや、す穂坂さん、いつも通り打ってもらえれば。さすがに俺1万、2万やったことないな。
その1個下だったらやったことあります。5000、1万だったらやったことあります。え、どんな、なんか硬く打つとなんもなく、ああいや結局ね、やっぱレートが高いと、やっぱ同じゲームなんですけど、レートが高いとやっぱりね、出てくるハンドが違うっす。みんな硬いっす、やっぱり当たり前に。多分なんでこのテーブルが今立ってるかって言ったら、多分こいつがやばいんだよね、多分俺の予想だと。いやでもそんなやばいスタッツしてないな。まあでも3時半だから、多分こういうさ、めちゃくちゃ高いテーブルってもうカモがいないと立たないわけ、絶対一人だから、だから誰かが多分フィッシュなんだよね。全員強かったらこんなにやるわけないんだからさ。みんなでカモを囲んでいるのか。すげえ。まあそうだね、どっかのお金持ちが多分遊びでやってて、それにわらわら湧いてきてる感じだと思う。わかんないけどね。すげえ、もうこのテーブルに800ドルあるから異常すごいな。オープンするだけで5万ですからねスチールしただけでだって3万ですよなんかボタンで適当にレイズして、レイズって言ったらフォールドフォールドってやった瞬間3万帰りますみたいな帰宅みたいな今日はこれで OK でもそのやつはね、多分切られちゃうんだよね、やってくれなくなる。でもいつか保坂さんがここでもうずっとやってるみたいな、配信でやばい。いやこれ配信じゃできないですよ、それリスクありすぎっす。でも このテーブル映してるだけで人増えそうな気しません？ハイベッドとか言ってタイトル変えハイベッドストリームっつって確かに確かに、ハンド見えなくてもまあ面白いですからね、結構。まあちょっとこれでも見て、これでもこれ見てる方が面白いんで、ちょっと見ますか。まああと雑談とかしながら。やっぱ強い人はやっぱ持ってんな金。1万9000ドル。ここら辺はもう感覚バグってない。いや、さすがにだから、自分の金で打ってるやつもいるし、スポンサーついてるやつもいると思うよ、このレベルになると。うん、要は金持ちがポーカーに興味持ってやらせるじゃないけど、そういうのあると思う。こんばんは。アカウント名が本名っぽいし、アピールのために打ってるのかな。いや、単純にだって勝てればさ、ここでエッジが出れば別に。でもこんぐらいのレートになるともう、もう 10BB 勝っただけで、だってもう20万円。10BB 勝てば20万なんだよ。1万2万ってことそう、10BB20 万だ。100BB200 万だからね、ちなみに。100BB なんてエースキングで入れるんだよ、普通だって。エースキングハイで200万なくなんだよ、これ。強制勝ち逃げしたくなるよ、ね、ジャックポットタイムや、もうこれ。いや、ここでジャックポット出したら多分マジで。え、これジャックポットとかあんの？ありますあります。え、もう奥のレベルっすよね。ここでジャックポット出したら、もし バッドウィートジャックポット引いたら多分、多分1000万超えますね。やばい、多分超える、多分余裕で超える。だって1、2でだってあれぐらいいくってことは、1、2の10倍だから数千万いきますよね、多分。1500万とかじゃないですか、多分ジャックポット出したら。1500万秒で振り込まれるのやばいやろ、マジで違いすぎるだろ。でもワンチャンあったってことですよね、あのジャックポットで保坂さんが、まあここじゃないですけど、まあ、VIP を座って あったあれでなんかまたジャックポット連続で引いちゃってっていう。あったさ、あったさ。そしたら数千万一気にどかんの。多分1500万とかですよ、多分。ちょっと紙見して。例えばこれ。紙見して。いや、もう普通です。ああ。なんだ。えぐいよね。感染中。あ、やってないんですか。これもうちょっとハイレートの。ハイレート。一番高いです。ハイレートウォッチしてますよ。これ1万2万するブラインド。やばい。ここでジャックポット引いたら伝説になれるよ、マジで伝説のジャパニーズポーカープレイヤーでやばいやばい、マジで。お疲れです。いや、俺の メガバだってあれじゃ、まだ200ドルぐらいでさ。いや、もっとか、400ドルぐらいか、一発。いや、ジャックポット出したら違うわ、これ。もっとだわ、1000万じゃないよ、もっとだわ。
1億ぐらい多分あるじゃないですか。 1億あんのかな。それともなんか見たら分かるっすよ。バッドミントンあるっすよって言ったら、バッドミントンじゃん。バッドミントンいつも左上にありますよね。絶対なんか、なんか多分入ったら出てくるのかな、分かんない。4000万リーチ、ポットがおかしいとか。ウゴサがたまに配信でライブやるんですけど、ハイエダーなんで見てる。こっちもドキドキしてやってますね。なんか1万2万とかやってる、やってる、確かに。いや、それ、何それ。ツイッチじゃないですよね、さすがに。わかんない。ツイキャスとかだ。いや、YouTube じゃない。 YouTube だと思う、これ。何それ、今度見てみよう。やって、YouTube でやってるっすよ。初めて知った。これ3000ドルしかないじゃん、すごいけど。1個レート落としたほうがいいでしょ、この子。多分このちっちゃいニーズが多分カマなんでしょうね。もうそんな気がします。プンプンしますね。多分チャイニーズかカモで、朝9時ぐらいからたまにやってくれます。あれじゃないですか、海外のやつじゃない、あのなんだっけ、ラットアップ、なんだっけ、ライブなんとかバイクとかいうやつじゃない。海外のキャッシュゲームを配信してるやつでしょ。ちっちゃい CB にコールで、ターンオープンが打つと思うね。 70% ぐらい打つんじゃないかな、これは。だからまあ1000ドルぐらい、1000ドルぐらいのベッドは飛んできそうなところではある。それかポラライズしてポットオーバーとかね、1700ドルとか。 A スクリーンとかクイーン10とかでも打つだろうし、 A シーズンも打つ。 9チェック、これ強そう。 BB 側、BB 側がすごい強そうですね、これ。2ペア以上、2ペアもしくはクイーン10、ナッツストレートか78ストレートか。キングクイーンでしたね、キング10、キングクイーンでバリュー取りに行ってワンペアの勝ち。さすがですね、ちゃんとワンペアでもキングクイーンでバリュー取りに行くんね。まあエースキングにしか負けてないから。解説付きです、私の。恐ろしいと。あれ、小沢さんがリップで座った時いくら負けでしたっけ。俺 AAKK で、ま、負けて、結構負けた。5000、3000ドルぐらいだったかな。コツ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 さ、1、2とかでさ、もうなんか4000ドルとか増やしてるのにさ、マジで25、50座ったら一発で3000ドルなくなったって。やっちまったと思った。ジャックポット出たからもうやっちゃえと思って。まあまあ、でも、うん、でも別にまあ別に、だってそれ勝ってたパターンもあるわけですもんね。もちろんもちろん。ただこれ永遠に配信してたらマジでやばいやつだなと思ってやめたっす。しかもまあ見られてたら、一応外人だけど見られてたらすげえ損だしさ。いや、まあここは絶対もう遅延めっちゃ入れた方がいい。無理と思って、さすがに遅延2分ぐらい一応入れておいた方がいい。さすがに無理だと思った。まあでもあれか、こういう反応の時こうしてんだとかっていうのも、別に知恵入れようが上手い人は分かっちゃいますよね。こういう打ち方するんだみたいな。まあでもここまでのレートになると、そのもう明らかあからさまに弱い人って多分あんまいなくて、まあただこん中で言ったら、まあこの人が狙われてるんだろうなっていうのは分かりますね。そうじゃないかやんないはずだから。まあこの人もそんなに強くなさそうだ。スタッツ見ることだから、スタッツ当てなんないな。何持ってんだこいつら、マジで意味わかんねえ、マジで。まあそれぞれなんか各国の代表ポーカーで飯食ってるやつらが戦ってると思います。こいつらマジでえぐいぐらい強いですからね、本当に。いいベッドすんね。これコールしたらリバー入るね、これ。ただこれシングルレイズポットなんで、スリーベットポットじゃなくて、まあ単純にだからブラフを入れづらいと思うんですよね、両方。どっちかがストレートで、いやーこれ嫌な、ダイヤ落ちたねこれ。
これ入るっしょ、まあ、どっちかがキングでやるし、どっちかがストレートでやり、どっちかがフラッシュっぽいからオープンがアイスピーガーっすね。多分 BB はコールしただけなんで、なんで多分 BB 側にキングがいっぱいあって、SB 側にドローが多いんじゃないかなと思う。すげえ悩んでるわ。お、来た。え、ちょちょちょ、見させてよ。あ、俺だ。あ、やっぱ SB 側がオールインでぶち込んで BB フォールド。マンドルになった。こっち見てる方が面白くないですか。そんなことない。いや、面白いですよ、面白いですよ。とりあえず今日は。UTG プラス1が 2BB オープンに対してボタンがちょっと考えてますね。ボタンがまあ3ベットするかホールドするかと。今日はあともうぼちぼちで、もうぼちぼち、あれだけ配りますね。コインはでも配んなくていいのか。あ、でも視聴コインつけてないから、まああれ任せます。え、なんだこれ、なんかマーソカーソルがおかしい。あ、オールインだ。あ、何これ、なんかおかしい。エースクイーン対クイーンズ。何これ、あ、どっかアウツエースだけ 13%。 あれ 13%、6%。 何だろう、かエースクイーン、クイーンズの勝ち。パンク。はい、というわけで、はい、本日の配信終わります。じゃあ今日の配信そろそろ終わります。また、明日以降よろしくお願いします。あれ重っ。はいはい、その手入力でいいと、なんかね、配れない。あ、違うな、なんだっけ。お、あー、そういうことか。ちょっとこれ今無理だな。ということで、終わります。なんだこれ、こんなん出てきた。はい、お疲れ様でした。バイバーイ。